全日本ロードレス最終戦 MFJ グランプリ S2 戦からそんなに荒れるレースに前回に引き続きなかなかないです。何度も何度も暫定チャンピオンが入れ替わる状況、そしてコータ連続ポールポジション更新なるか、そして全日本鈴鹿初勝利なるか。ST 戦クラス6台によるチャンピオン争い、シンプルに勝てばチャンピオンに国峰拓磨選手、榎木戸郁弘選手、ゼッケン1番渡辺和真選手、6台によるポイントの争いですけれども、この3台は優勝すれば自動的にチャンピオン確定です。そして条件付きで荒川幸太選手もチャンピオンに近い位置入っておりますが、まあ、ここは勝ちだけを狙うという本人の弁でした。幸太君は過去に鈴鹿サーキットで行われたスプリントレースすべてのレースでポールポジションを取ってるっていう記録が残ってます。8体ではトップ10トライアルも、ね、走ることできましたし、鈴鹿のね一周のタイムには絶対的な自信があるはずです。しかし前回の岡山大会でマシンはクラッシュ、車両はねほぼ前走に近く、あまり調子が出てないというのが実情で、なおかつねこのゼッケン36番高橋匠海選手が復調してきてえらいスピードで走っておりました。鈴鹿のね JSB の絶対的レコード2分3秒台を記録している高橋匠海選手の開けっぷりは凄まじくいい音させておりました。また昨年の、最終戦でも同じような状況、国峰拓磨選手と勝てばチャンピオンという状況で勝ってチャンピオンを決めた渡辺和真選手の、ね、メンタル、強いと予想されます。この ST 戦は唯一2勝している榎木戸選手がね前回の岡山大会も最終ラップまでトップを走っており、ゴール間近で不運な転倒になりましたけれども、チャンピオンのね権利があるのかなと思ってたところなんですけれども、実際ねこの6台でのチャンピオン争い、しかも全て CBR RRR ということでなかなかの緊張感の中最終戦 MFJ グランプリを迎えております。そしてね光太くんの予選どうなるんだろうと、なかなか調子が上がってないというのは実際ありまして、フリープラクティスでもねトップタイムではなかったんですよ。とはいえね光太くんの絶好調ぶりはみんなに伝わってるらしく、ピットウォークありましたけれども、元バムチームの前にはね光太くんの前に行列ができました。最近の傾向なのか女性ファンがね増えたようなすごい気がします。土曜日ピットウォーク後予選セッションが始まりました。荒川幸太の上りも、立ちました。ただ予選もねもはや完璧にマークされておりまして、初先輩ライダー方が幸太くんに後ろをつかせないと、後方を走るも幸太くんを見つけると露骨にね嫌がり、後ろにねつかせてくれません、まあ、これもねある部分で認められてるのかなと、いう部分と、まあ、タイヤの惜しいところね数周無駄にしてしまったなという部分がありましたけども、7秒台でねレコードを出しました。ですがね思いのほか想定タイムよりも伸びませんでした。あら光太くんまたいない。一瞬ドキンとするシーンありましたけれども、まあ、無事ね接触せずに良かったですけれども、なかなかねやっぱり光太くんは警戒されてるなという部分がありました。そんな中榎木戸選手がものすごいタイムをアタックで出して、光太くんの、ね、ラップタイムを塗り替えられて、これは連続ポールやばいなと、もうね、予選も中盤にあたりこれから更新できないのかなっていうような状況になりました。他のシグナルライダーも徐々にタイムを更新ユーズドし始めて、バシバシと7秒台を記録するようになり、国峰選手も7秒台に入れてくる走りを見せておりました。最終戦ということもあり、各チーム各ライダー今年の集大成ということで、やっぱりね仕上がってきているということで、みんなベストラップをね、これ開幕戦だったら出なかっただろうなっていうベストラップが、しっかりとね出てきており、和真選手が赤旗中断後にね2分7秒5というこれまでのレコードをね 0.5 秒更新するタイムを、叩き出しました。この予選を見てて個人的にこれ
これやばいなと思ったのがゼッケン36番の高橋拓実選手、セッション後半ずっと走り続けて、もうアクセルもねどん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 開いていって、最終の週に2分7秒台を叩き出す、タイヤのグリップに頼らない走りをしている、12周と周回数少ない ST1000 ですけれども、これは後半ね、追い上げてくる、もしくはペースを維持できるということで、これはかなりの優勝候補だなと、この時点で思っておりました。これ、ね、最終戦に来ていよ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 本領派コースレコードライダーのね走りをね見れることにね素晴らしいなと思って見てました。予選結果ですけれども、コウタ君連続ポールポジション記録5年で途切れました。とはいえここまで長く続いてきたポールポジション記録もすごいなと、評価されると思いますし、まあ逆にね、ちょっとしたプレッシャーから解放されたんじゃないかなと、思ってます。今年 ST1000 クラスを元バブでね、コウタ君が走るにあたり大きくね支援してくださったチームエトワールのステッカーがね貼られました。国峰選手は相変わらずの笑顔で、そしてね渡辺一馬選手は日曜日決勝レース12ラップ ST1000 になります。1周目は榎戸郁弘選手、この時点で榎戸選手がゴールすれば榎戸選手がチャンピオンとなります。今回は MFJ グランプリということで、全日本ロードレースでポイントを獲得したライダー、そしてね地方選手権で優秀な成績を収めたライダー、選ばれし者しか走れない MFJ グランプリということで、本当にねレベルが高いレースとなっております。前回岡山大会でポイントを獲得できた松川さん、走れて本当に良かったです。ゼッケン3番高橋優希選手、久しぶりのトップ走行じゃないでしょうか。これにはね、驚きました。やっぱねチャンスはねまだ、チャンピオンのチャンスは残ってますからね。そしてその週の後半ゼッケン2番国峰選手もトップに立ち、またその時点でゴールすれば国峰選手がチャンピオンです。そして悪夢のようなシーンが目の前で、前回のね接触して転倒した2人がまた接触してしまいました。本当にドキッとしましたけれども、このねシーン派手に見えますけれども、ライダーはねオートバイにぶつからず大きな怪我なく本当に良かったです。幸中の幸いです。まあね内容見ましたけれども、これレーシングアクシデントというほかないような、わざとねぶつけるはずもなく、まあもう本当に運が悪かった、そういう風に思います。前回のね岡山大会と全く立場が逆転してしまって、まあ、もっとね8体でペアを組んだ2人、お互い歩み寄り怪我の有無を確認して、こう2人ねこう抱擁し合う姿を見て、なんかこうスポーツマンシップとはこういうことやっていう風なことをね見せられたような気がして、ちょっとジンときました。さてトップは荒川幸太選手、この時点でねランキング暫定1位だった渡辺一馬選手がねなんとなんと4位ということで、この時点でねゴールするとコウタ君がチャンピオンです。こんなねすごい展開を誰が予想したかと、本人ですらねチャンピオンの可能性はほとんどないって言ってましたし、コースサイドでもねもう私の隣でもねコウタ君よりもさらに、ね、下の世代の若いライダーたちも驚くこの逆転ポイントというか、ただねこのシーンですけれども、若干ねコウタ君が膨らんで匠選手がねインにね寄せるのが上手くて、そしてね立ち上がりの重視でちょっとだけ立ち上がりが膨らんだ、この立ち上がりでねホームストレートの速度が決まるんですけれども、やばいと思ったらね抜かれちゃいました。そのコウタ君を抜いていく速度差たるや、改めてね高橋匠選手の速さは立ち上がりのね、走りにあるのかなと、まあ、ここでちょっと若干膨らんでますけれども、この立ち上がりでねリカバリーをしていく、やっぱり立ち上がりがうまいっていうのはすごい武器だなと、感じます。とはいえね、コウタ君もその走りを学んでねしっかりとついていきます。その4台の CBR 勢の後ろにはヤマハ、そして川崎、そしてヤマハの、トップチームトップライダーがしっかりと走っております。隣のね若い、ライダー推しの豊島レイ選手、豊島レイ選手も今年は前線の完走ということで、かなりの、ね、成長を見せておりました。そしてトップ争いなんですけども、ヘアピンでまたもや多重クラッシュ発生、コウタ君もね一人で帰ってきました。なんとなんと高橋優希選手と高橋拓実選手同チームでね接触転倒ということで、コウタ君もねトップは揺るぎないものにはなったんですけども、2位に渡辺一馬選手が上がったということで、順位でゴールすると一馬選手のチャンピオンです。とはいえねもうやれることはありません。コウタ君も
きちっとねゴールすべくペースを上げていきます。ファイナルラップ鈴鹿サーキットで連続ポールは取れど、これまでね優勝のなかった荒川幸太選手がねトップを突き進んでチェッカーを受けました。そして2位には渡辺一馬選手、3位は危ないシーンありましたけれども前田圭介選手が、ね、表彰台で幸太君の最終戦優勝ということで幕を閉じました。なぜ私がねここにいるかというと、試験員でねチャンピオンタンクトップをね渡され和真君に渡すことができず、そのままね、通り過ぎて行っちゃったので、あの急いでね、ここまでタンクトップをね持ってきました。今回のレースも前回に引き続きあれに荒れたレースでしたけども、幸太君の優勝は素直に嬉しいですし、まあ、ジンクスね、連続ポールのジンクスと優勝できないというジンクスもね払拭できたということで良かったんじゃないかなと本当に思います。今回レース、榎木戸選手から始まり、国峰選手、そして和真選手、そして幸太選手、そして匠選手がチャンピオンの可能性があったと思うと、すごいね、ドキドキしたレースでしたね。私もね、タンクトップが、無事届いてよかったなと思います。そして前田選手の表彰台は久々の本田車以外の表彰台ということで、それも良かったです。やっぱね全メーカー彩りある、バイクで、戦うのがいいですからね。とはいえね ST1000 クラスはやっぱりレベルが高い、ライバルのライダーももうプロフェッショナルライダーが、多いですから、このね幸太君の優勝というのはすごく価値のある、一勝だったんじゃないかなと。そしてね3年連続の渡辺一馬選手、例年ね V3 チャンピオンというのはすごくね名前が通りますし、まあ一馬選手の来年はどうなるんでしょうか。僕らもね幸太君も長いですけれども、まあ、よく考えればやっぱり若干20歳なんですよね。20歳の少年がもはや日本のトップライダーになりつつあるところを見てるのかなと。一馬君も伊藤さん曰く一生分の運使い切ったなと。今回高橋匠選手の完全なるスピードを見たような気がして、それはそれでね私嬉しかったです。もう超ヤバかったよあれで、もうコウタのとこにお前のとこにやべえって感じになったんだよ。そしたらあー大丈夫だーと思ったらちょっとコウタの手を使ってやべえコウタって思ったすごいよ。あーって言ったらギューって止まったの。ブレーキかけた、しかもちょっとグーってなってる。ブレーキかけました。なんかシャーッと音がしたの。いや、シャーッと音がして、で、ちょっと見えたんですよ。うん、赤いのが赤いのが見えた。何回も何回も。超恐ろしい。これで見えた。その辺でちょっと多分見えてたと思う。でも何もできなかったんですよ。そりゃそうだよ。あの、えのきの君のあれのは どういうとこにおったん。いいとこにおったん、まあ、目の前ぐらいにいて、なんか、これでもシャーンって やっちゃってたな。ほんとギリギリだよ。いい子なんだよ。外気チームのほんと隙間入ってこの後もさ、たくみさんがすごい気になってこんなの。あの時も止まんないじゃん。やっちゃったみたいな。でもこれも引かなくてよかったよな。ほら答え合わせみたいな。何事もなかったようにさ、ビヨンビヨン。何が、いやでもちょっとビビったって感じはあったやろ。こういうことだったんだいや一番近くで見とくからでも後ろから来たから分かんないだろ。いや分かんない誰か来たんだと。いやでも110あるな、あそこであんな転び方するって。まあまあスピード乗せとってこうね、ゆうきくんもあんな転び方しないでしょ。逃げたかったんだろうね。あんなリスクってやっぱり取ったなと思って。荒川さんおめでとうございます。まあまずは、今年もしかしたらランキング2位、もしかしたら、まあ、まだ計算してないけど2位、素晴らしい結果でしたね皆さんのおかげで、市川さんのおかげで、みんなのおかげでうん、素晴らしい。まあ来年は1番か。来年一番狙うよ、もう当然ね。まあ、分からんけどね。こんなところでいらんこと言わない。